雑談。私は誰も踏み入れたことがない雪の上を一人歩くような作品の楽しみ方を好みます。何も知らない、誰が通った足跡もない。そういう意味でもオンラインゲームをマルチでやるよりオフラインをソロでやる方が好きですね。私は楽しむと決めた作品は徹底的にネタバレを防ぎます。ゲームであれ映画であれ、話題が出るとあらゆる情報をシャットアウトしようとするし、映画館で予告編が出ようものならもう目を閉じて見ないようにしています。もうね、何にも知らないところから作品を楽しみたい。何の偏見もないところから自分が思ったことだけを全てとして進めたいです。攻略サイトなども見ません。どうしても行き詰まったけれど先に進めたいと思う場合は確認をしますけど、ほぼ最後の手段、ゲーム実況なども見ませんね。それを見るなら自分でプレイして試しますし、良くも悪くも偏見がほとんど生まれないです。感動は 100% 享受できます。そういう楽しみ方が好きですね。今の時代はすぐにネタバレに突き当たるし、動画などもバンバン流されてしまうので、特にシナリオベースの作品は大変だなと思うこともあります。だけどそんな環境が当たり前のようになってしまった現代において、たまには自分の感覚だけを頼りにプレイしてみるのも面白いよとあえて進めてみます。個人差が大きいことかもしれませんが、少なくとも感じられることはぐっと増えると思います。作品を勉強するという意味ならこうするに越したことはありません。他の人の感想を知りたければ終わった後で探ればよいし、まあくまで私自身の全くの好みであり、こういった姿勢が時代遅れであることも自覚はしているのですが、少なくとも私自身は鮮度を持って作品を楽しむことができています。いろんな驚きを持って作品に向き合うし、そういった楽しみを作る人って本当にすごいなと思うばかりです。未だに